皆さん、こんにちは、こんばんは、れいこです。<laughs> えー、いかがお過ごしでしょうか今日は、東京は、曇りで寒いです。明日は、英雄ショップに行く予定なんですが、雨のような気が来らします。まあ、それはさておき、えー、今日は、UV レディ UVLED レディン、材、え、料、ー、ージャイローパート、ズーガをしていきたいと思います。ズーガガ版メ じゃあさ、こちらになります。えっ、ー、と、材料は、こんな感じでざっと、入れてあるんですけど、で、ン液がいっぱいです。まあ、それは、あの、置いときまして、えっ、ー、と、あの、去年からね、あのー、消費税は上がるっていうんで、ちょっと友達と二人でね、 相談して買いだめした方がいいんじゃないかって話で、あのー、UV レジンとか UV レジンとか買ってしまいました。はい、えーっと、えー、まず、じゃあこちらから参りましょう。こちらは、えー、MR クリアカラーです。えーっと、私が、えー、ダイソーの、えー、 カラーパス、あ、パスっていうか、パスっていうから、なんか安い着色料はないのかと、アマゾンで探して、2番目に作りは、使ったのがこちらです。こちらは結構、使いやすかったんですけど、結構この4色しかないので、多彩なこの、まあ裏に、色づくりが書いてあるんですけど、 なかなかね、思うように、思うような色は、できませんでした。はい。それがちょっとね、難しかったです。そして、えー、NR カラーの、ホワイト。こちらも、あります。まだね、そんなに使ってないので、かなり残ってるんですけど、そして、ちょっと飛びます。こちらにあるのが、 NR クリアカラー、ブラック。なんか話によると、こちらのブラックは、こう、マットが、あのー、漆黒の漆黒のんかなり濃いブ、濃いブラックっていうか、まあ、マット系のブラックができます。はい、えー、そしてこちら。こちらは、まだ一回も使ったことがない。 MR クリアーコート、コーティング剤ですね。はい。コーティング剤がここにも、あるんでしょうね。はい。で、これは全然関係ないんですけど、絆創膏 <laughs> これね、実はあのー、私が普段、あのー、まあ、かかとの傷とか、そういうのに、あのー、よく使う絆創膏があって、 あの、普段使ってるのは、あの、布の万創庫なんですけど、布は布でも、ちょっと違ったんですね。あの、こっちの方が確か粘着力が、あ、ちょっとアングル変えますね。こういう感じで、ハードって書いてあるんですよ。で、私の足って、あの、やっぱり、こうなかなか、あのね、いつもズボンとか、靴下とか、 粘土入ってるので、こう、あまり日に当たらないせいか、皮膚が弱くて、こう、ワントーこだけで、なんかこう、あの、変、変な話なんですけど、と、たまに、あの、皮まで入じゃう、そちがあって、だから怖いんですよ、これ。なので、まあ、間違って買ったんですけど、使ってません。はい。そして、こちら、 これはですね、いろんな、あの、なんだろ、いろんな、あの、何いろんなパウダーを買うと必ず、こういうチップがついてきますのね。それが溜まって、まとめて入れてあります。はい。えー、そしてこちら。こちらはですね、ダイソーで、えーと、売ってる、確かポンポン。 ポポンポン玉みたいななやつなんですけどこれを意外とね、ピラスとかに入れると、このキラキラ感がところどころ光ってて、綺れでしょあの、ぜひ一度やってみたらいいと思います。これはね、あの、ただポンポン玉をハサミでカットして、あの、レジン郭で浸して入れるだけなので、簡単です。これはね、やり方、 簡単なのでおすすめです。えー、そしてこちらは、えー、通勤の、えっ、ー、と、シルバーカラーです。はい、通勤。通勤の。そして、えっ、ー、と、なんかここにね、あのー、いろんなところから買った時の、おまけがね、結構ね、 ついてくるんですけど、全然使ってない。特にさ、こういう、何お、ちょっと大きめの、丸とか、うん、使い方があるのかなまあ、そんな感じで、まあ、おまけですね。はい、そして、こちらは、 アクセサリーザーみたいな感じでこれもそうですね。そして手前。こちらがゴールドの9ピンです。そして、これはゴールドの9ピンです。はい。もうこういうね、あのー、なんだこうこれね、多分ヤフーかなんかで、 買ったんですよね。はい。そしてこちらも、ゴールドの中品です。そしてこちらは、えー、えー、シルバーじゃなくて、えー、ステンレス系みたいな色の、シルバーカラーです。まあね、いろんな、いろンななんです。で、こちらが、 あ、これ、キラキラするやつですね。これも使ってないな。なんか使ってないのバカだな。で、こちらは、まあ、ちょっとね、あのー、これ出すと、ここに入ってる、ここに入ってものが、倒れてくると思うので、ちょっと出せないんですけど、そうだ、もう、ちょっと。はい、えー、まあ、こんな感じで、えー、ラインストーンが、 走ってます。このラインストーンはね、こういう、あの、後ろが、V カットのラインストーンですね。はい。まあ、結構ね、V カットのラインストーンとか、あと、ま、こういう、裏が平らな、ピンクとブルーとかあったり、あと、こちらもそうかな。ちょっと小さめの、 ですね。こういうのとかは、この小さめのは、あの、ハイヒールのポイントとして使えるので、便利ですね。はい。はいしえー、そしてこちら。こちらも V カットラインストーンなんですけど、ま、あでも中には、 ハート型とか、ハート型ピンクブルーですね。そして、こっちは、こういう、なんていうの大円形、楕円形、四角っぽい色が、色が、ここはね、あの、いろいろ、詰まってはいないんですけど、なんか、いろいろ入ってます。で、こちらも、 えー、こういう、あのー、これね、なんていう色なんだろうね。あの、ヤフーのまとめ買いでしたので、ちょっとわかんないですけど、で、えっ、ー、と、こちらが、オーロラカラーですね。まあ、こんな感じで、ま、あブリカットストーンは、このセリアで買ったケースに入れてます。 はい、えー、そしてですね、もうあとは、UV レジンなんですけど、もうほんといろんなところから買ってます。で、あ、はい、すいません、えーと、ちょっとね、突然雨が来たので、あの、動画を止めてしまいましたけど、えーと、あとは UV レジンだけなんですけど、ま、あ、えーと、グリーンオーサンさんを、マサルの涙。 これはね、量、量が結構入ってるんじゃないかな。あ、でも60、あ、7 0ムですね。入ってるんですよ。で、えーと、これが、これどこで買ったやつだっけアクア、アクアっていうところから買ってますね。 はい、えー、UV LED レジン。あの、やっぱり思うんですけど、UV LED レジンって、硬いんですかね結構か、硬いんだよねこういう、これもそうなんだけど、前一本買ってて、使ったことあるんですけど、すごく硬いって感じ、なんですけど、そういうもんなんかしね。えっ、ー、と、 それと、えー、こちらが、これどこで買ったやつだっけなこれはどこで買ったのかどこで買ったのかな宝ネイルかなちょっと忘れちゃった。どこで買ったんだろうこれは UV レジンですね。ま、あでもハードタイプですね。で、こ、あ、こっちがこれが、これが、 宝人形さんですね。多分。これは UV レジンです。はい。で、こちらは、えっ、ー、と、au の、まあ、ポイントがあったときに、あの、え、au ポイントが、ま、あ、1万ポイントあった、結構前なんですけど、そのときに、これ、きれいを、買ってみました。実はね、もったいなくって、 まだ全然使ってないんですけど。はい。えっ、ー、と、そんな感じで、アングル変えます。今回は、えっ、ー、と、17番目の木出しは、まあ、こんな感じでざっくりと、簡単にご説明しました。はい。えっ、ー、と、参考になったよと思ってくれる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。 それでは次回の動画まで。またねー。